なんせね、動いてない魚をどうやって口を使わせるかっていうのが肝になってくるんだよね。ちょっとね、さっきの9センチから、サイズを落として65ミリのねディアス、これシンキングなんですけどね、ちょっと鮎から、じゃあちょっとね、ディアスで反応見たいと思います。このシンキングもね 6.7 グラムあるんでかなり飛びます。で非常にこうね、まあこの時期のベイトに近い動きをするんでね、魚がいれば反応してくれるはずなんですけどね。まああとはね、カラーとか、そういったところも状況を見ながら変えていきたいと思います。ちょうどね、紐今当たってきたんですけれども、ちょっと流れの中じゃないんだけど、ここで今水温がどのぐらいあるか測ってみますか。8度だね。でまあ去年もね11月12月やっぱり水温が低い中でね、釣りをしてるんですけれども、やっぱりねこういったポイントにもしっかり魚は入ってくるんでね、まだねこうやって見ても虫が飛んでないんでね、なかなかこう水面を意識して魚が動いてないでしょうね。日は出てきたものの、依然としてトラウトの活性は上がらない様子。ちょっとねせっかくいいポイントなんでミノーだけじゃなくてねスプーンも試してみたいと思います。ガルフのね14グラム、結構派手めに見えるけど意外と魚からはね、そんなに派手には見えないはずなんでね、シルバーベースの、ピンクドット、おおよそこれでね50ミリぐらいなんだけど、だいたいもうここの食産館内はこのぐらいのサイズがね、メインベイトのサイズになりますね。意外と大きいルアーよりもこういったサイズの方が、釣れたりしますよね。でサイドもしくはアップで投げてゆっくり流れに乗せながらリトリーブすると、本当ね、あのスプーンの方がしっかりウォブリングするんでね、そんなにこう目いっぱい動かさなくてもいいですね。底の方をゆっくりこう舐めるようにリトリーブしてあげる。でちょっとねボトムにコンタクトし始めたら少しリーディングスピードを上げて目がかりしないように、こう流れに乗せながらね軽くリフト&フォール、これもねいい誘いになりますよね。ここでスプーンを使ったリフト&フォールをチェック。まずはアップクロスでキャスト、ボトムまで沈めた後ロッドを立ててリフト、流れでドリフトさせながらフォール、そして再びボトムにコンタクトさせる。このアクションを繰り返すことが水温が低い時期には特に効果的。本当でもあれだね、毎回思うんだけど釣りってこうドキドキするよね。この辺から出てもいいんだけどね、今僕ねあの対岸ギリギリに投げてね、流れの中をリトリブしてるんですけれども、おそらくね流れのこの筋の手前のあたりにねこの時期はついてると思うんですよね。本筋の中にはねこの時間ってそんな入ってないと思うんですね。ただ気温が上がってくるにつれて流れの筋に魚も動いて入ってくるんでね、まあ午後の方が僕的には楽しみだね。ただこの時間帯でも本当釣れないことないんでね、気を緩めらんないですよね。
なんせね、毎年70アップとか出るんですよ、ここ。70っすよ。まあ今回出るかどうか分かんないですけど、こういう持ち方できるよね。西川にはこんなサイズも夢じゃない。そう、よっさんのイメージはこんな感じ。ここでディアス65のピンキーにチェンジ。岩盤のスリットが絡むシャローエリアをチェックしてみるものの、反応はなく、魚との出会いを求めてさらに上流の対岸へ移動することに。今日まだ1回も投げてないね。ちょっと5センチのディアスに変えてみますね。サイズがでかいのかもしれないね。ディアス50のね、チャートヤマメ、これもシンキングですね。 4g。 ちょっと流れに乗せて落とし込んでからリトリーブをスタート。この巻き始めた瞬間にゴーンって来たりもあるんだよね。ほんと5秒に1回リトリーブを半巻きするぐらいの流し方でいいですね。こういう流れの中で当たるとね、すごい気持ちいいんだけどね。おー、ヒット。流れの中から出てきたね、今ね。うわー、川一枚、ね、よいしょ。うーよっしゃ、ランディング。あっし、もうヒレピンピンだね。ナイスコンディション、かっこいいね。ファーストフィッシュは見事なレインボートラウト。ルアーをサイズダウンさせてキャッチしたしてあったりの一尾。ヒレもね、ほぼ回復してるよね。かっこいい。顔つきがいいね。太鼓もあっていいニジマスだ。いや、ナイスコンディションのまず1本目のニジマスでしたね。またでかくなるよ、こいつも。レッドホー、よし。珍しく早めにちょっと安心したんですけど。なんか言ったスタッフの失礼な発言にも余裕の表情。今回のよっさんはいつもと一味違うのか。ちょっとカラーチェンジしますね。テコピン、この50ミリに変えてみます。まずはサイズの小さいルアーミノの方がいいと。あとはカラーローテーションだね。さすがに連続でヒットはしないね。ここで食ってほしいんだよな。こう虫を捕食してればね、こういう流れの絞られたポイントにね、まあだいぶ浅くなってるけどね、そういうところで競争を意識してる魚もいると思うんだよね。今だいぶほらね、水面虫が落ちて流れてってるよね。ちょっとね、虫を意識したカラーにしてみましょう。
ガルフ 14g のガメタで対岸にキャストして、まあ護岸際ギリギリでね、キャストしてゆっくり底を舐めるような、今ねちょうどボトムについて底をこう跳ねるような、そんな流し方だね。であと流れの中はゆっくりリトリーブ。クロスでキャストした際の操作をチェック。まずは狙いたい範囲の上流へキャストし、ラインを送り込みながら反応を探る。ルアーが流れで反転した後もチェイスしてきた魚がバイトする可能性があるため、しっかりと手前まで誘うことが大切。こう転がってるやつを魚がずっと追ってきて、で流れに入ってルアーが浮いたところでバクッと、そんなイメージで今流してます。ゆっくりそこまで落としてアクションを加えながら引っ張ってくる。今当たったな。下からね、食い上げてくる感じでしたね。ここで少し休憩を取り、さらに上流へ移動することに。午後は流れの速いポイントへ来たヨッサン。果たして魚の反応は。流れの際をディアスのチャートカラーでチェックしていく。しかし流れの中では反応を得られなかったヨッサン。緩い流れに魚がついていると予想し、移動してきたのは流れが穏やかなボトムが岩盤帯のエリア。ヨッサンが長野県犀川を舞台にレインボートラウトを狙っていく。